こんにちは、自然を加工チャンネルのくにこです。今回は前回と同様河原へスケッチに行ってきました。この日はすごく寒くて、橋の下とか雪が積もってるところもあったし、薄く氷が張っているようなところもたくさんありました。風も少しあって最高気温は7度ぐらいで、手がかじかんでうまくスケッチもできないし、紐もほどけないぐらい寒かったです。近所の川を上流に向かいながら鳥を探しました。いつもは行かない場所なのですごくワクワクしましたね。で、今年あんまりつぐみを見ないなと思ってたんですけど、ある場所に背の高い木があって、そこにまず6羽ぐらいつぐみがいました。他にも数えられなかったけど、ヒヨドリに混じってたくさん飛んでいました。周囲にはネズミモチとかアキニレとかハゼの木とか鳥が好みそうな木がたくさんありましたね。下にはクコの茂みがあったりして、とてもいい場所でした。そこで小さい木なんだけど椿の木があったので描きました。梅の木も、梅だと思うんですけど、桃色の梅の木がありました。でクルミは冬芽がだんだん大きくなってきているような感じがして、柳の芽とかも大きくなってました。でアジサイもあって、芽が貝殻みたいで面白いなと思って描きました。いつも行く公園の下の河原の反対側に行ってきました。ここなんですけど、白石嶺とかタヒバリ、イソシギ、アオジ、ジョウビタキ、河原ヒワはすごくたくさんいました。それから、この河原にいた時に上空にたくさんのツバメが飛んでいました。腰のあたりが白くてお腹の部分は黒かったので調べてみたら、ヒメヤマツバメ浮遊そうです。他にミサゴが通過したり、オオタカが通過したりしました。でそこでなんかちょっと瓦に変わった岩みたいなのがあって、なんだろうこれと思って帰って調べたら、カズサ層群といって、なんか関東平野の基盤を作る層が出てるところみたいなんですけど、地下からこの層が表面にまで出てるっていうことがすごい不思議だなと思いました。その上をタヒバリがちょこちょこ歩き回ってました。それから橋を渡って砂岩に行きました。出水石のあたりで、前回見たアメリカヒドリを確認して、よしよしと思って帰りました。他のヒドリガモとか大判なんかの間でぐっすり眠ってましたね。その後サイクリングロードを走って帰るんですけど、今回はそこの川沿いも見てみようかなと思って歩いていくと、カラスがすごい威嚇してきたので、あれ私が威嚇されてんのかなと思ったら、何か猛禽が飛び立ったので、あ猛禽をモビングしたんだと思って、でその猛禽の行く方向を見たら中洲の方に行って、この木の上に止まって、でよく見るとノスリでしたね。最近よくノスリやオオタカなんかを見ますね。この辺は汽水域なので、この時間帯は川が少なめで、砂利のところにはタヒバリもいました。というわけで、今回もとても楽しくスケッチしたりバードウォッチングしたりすることができました。今回もご視聴いただきありがとうございます。もしこの動画が気に入っていただけたら、チャンネル登録やいいね、などもよろしくお願いいたします。それではまた。